はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。この動画の定番ネタはですね、お隣さんなんですけども、3月のですね、大統領選挙で決まった新しい大統領が5月にですね、就任をいたしまして、約1月ですかね、が経過をいたしております。で、何が起こるのかと注目してるんですけど、今のところ何も起こってませんただですね、我々日本人にはですね、あまりその何て言いますかね、報道されていない、まあ報道はされてるんですけど、そんなに目立たないのはですね、ユン・ソンニョルさんという新しい大統領は元検事総長なんですね。検察のトップなんです。で、これが2020年にものすごい対立をしましてですね、解任というところまで、チェ・ミエさんという法務大臣に解任を発動されて、それを裁判所の決定で覆すなんていう大騒動を繰り返してですね、2021年の去年ですね、3月にお辞めになった政権人総長で、その後1年間のですね、大統領選挙を通じてですね、運動して、結局今のですね、民主党の候補者を倒してですね、本人が大統領になったと。でその間、このユン・ソンニョルさんの部下たちはですね、大量に左遷をされていたわけですね。もう手足をもぎ取られるという状態になって、でまあたまらずユン・ソンニョルさんも辞めたんですけども、今度は大統領として返り咲いたと。で、かつて左遷された自分の部下たちを全部今戻してるんです。全部戻して、なおかつ自分のですね、検察以外の部署にもですね、検察官時代のですね、まあ、ですね、知り合いというか仲間をですね、どんどん登用してるわけですね。それわざわざ検察出身者にせんでもええやんというところまで今、検察官、出身者がなっているという状況になっております。で、当然ながらですね、左遷された検事さんたち、ユン・ソンニョル派の左遷されていた検事さんたちが今戻ってきてですね、まあ、一番偉い人、法務大臣までなってるわけですね。左遷したと思ったら法務大臣だって戻ってきよったみたいな感じになってるわけですね、民主党系の人たちは。で、これからですね、彼らがですね、こう活動を始めるわけですけども、もうそれはやることは見えてますね。いわゆる報復です。自分がされたということを、俺ら今度は俺ら政権側やってこう戻ってきてですね。で、まあやるわけですけども、それがもうそろそろ始まるんちゃうんかな。統一地方選挙も終わりました、6月1日。でですね、その興奮を冷めやらぬ1週間が終わってですね、来週13日から新しいですね、週が、平日が始まります。で、まあいろんな兆候はあるんですけど、前文、前政権時代のですね、いろんな、言うてみれば法律に違反した事項、権力側でですね、法律に違反してですね、いろんなことをやらかしていた事項がですね、これから順次ですね、摘発されていくんではなかろうかと。まあこれはお隣さんではずっとこう行われてきた、まあ当たり前の何て言いますかね、政権交代に伴う恒例行事みたいなもんでございます。最終的にはですね、トップである大統領がですね、ゴーツープリズンになるというところが一番のクライマックスなんですけども、今回もそうなるのかどうかっていうのは注目をされています。ムン・ジェインさんね、本当にこう、歴代のお隣さん大統領の中では、私から見れば最悪長短かなという気がしますね。前のパク・クネもかなりよろしくなくて、その前の、イ・ミョンパクもですね、しょうもないおっさんでしたけど、まあそれ以上は、その前のノムヒョンもっとしょうもないおっさんでしたね。ここのところはしょうもない続きなんですけどね。本当しょうもない続きなんですけど、まあ、ムン・ジェインさんが一番しょうもなかいんちゃうん、一番害悪をもたらしたんちゃうんかなという気がしますね。で、今はですね、景勝南道に家を構えてですね、デモ隊が毎日やってきて大変やとかって言うてますけども、
最終的にそこまで司直の手が及ぶんかというと、かなり及びそうな気がしますね。というのは、ユン・ソンニョルさんってかなりひどい目に遭ってるんですよ。自身が検察総長時代にですね、法務大臣のチェ・ミエにですね、解任をされかけて、されかけて向こうになったんですけど、はじめその他いろいろですね、いろいろとこうなんていうか、恨みつらみ重なることがあったはずなんです。でそれをこれから巻き返していくんでしょうけども、ムン・ジェインさんがね、検察の捜査権を取り上げる法案っていうのを通してるんですね。それが9月に発行するんですけども、それでもまだ3回ぐらいあるわけですよ。やるでしょうね。なんで、今なんていうか、僕らはね、そんなへーって見てるだけですけど、お隣さんのね、政府部内ってっていうのはものすごいこう嵐の前の、どう言いますかね、ちょっとよう分かりませんけども、すごいことになってるはずですよ。だから前政権で、我が世の春を謳歌したですね、おっさんたちが今ですね、俺が逮捕されるんちゃうんかという戦々恐々とした思いをしながら過ごしてらっしゃるんではないかなと。で多分ちょろちょろと捜査進んでるんですね、私が読んでる限りは。ですんでこれからですね、大量の逮捕者が出てくるんちゃうんかなと思います。で最後は最後はですね、ムン・ジェインさんご本人、あるいはその奥様、娘さんもいますけども、そのあたりまで行くんちゃうんかなと。緩めてる気配がないんですよ。そういうね、プレビアスプレジデントがですね、ゴートゥープリズンになるというのが伝統なんですけども、船井さんの。それって異常でしょ。異常だからもう俺の代でやめるんやとかっていうふうにソニオさんが言うかというとですね、そんなことは出てないですね。やるぞっていう感じですね。まあせやけどどうなんでしょうね。大統領の任期5年で1期限りですからですね、次もしかして、民主党政権になったらですね、ユン・ソクレさん自身がですね、何らかのですね、嫌疑で行かれてしまう可能性がなきにしもあらずなんですけど、まあ何も変なことしなければいいんですけど、変なことをしなくてもですね、なんせオリジナル法治国会ですからいろんなことが起こりうるわけですね。だからそのあたりはどうなんかなと。ただ旗から見てる僕らにとっては面白いですね。もしかしたらムン・ジェインさん逮捕されてゴートゥープリズンになるんかなと。いや今のね情勢を見ているといかにもなりそうな感じはしますね。で多分ムンさん自身そのことをあんまりそのなんていうのかな、心配しない。検察から捜査取り上げる、捜査権取り上げる法案も成立させましたしね、駆け込みですけども。でイ・ジェミョンさんはなんとか国会議員になったんですね、逃げ切れるかもしれないぐらいに思ってるのかもしれませんね。いや僕は逃げ、ユンさんがその気になればですね、逃げ切れないと思いますよ。私が知ってるだけでですね、これやばいなっていう、ウルサン市長選挙とかですね、なんていうかな、ウルサンの原発の資料改ざんとかね、結構はせこい事件ですけどね、みんなね、そんな大きなお前がみたいなところまでは言っていないんですけど、なんかせこいことはいっぱいあるんですよ。奥さんのお洋服に税金使ったとかね、まあ、もうええんちゃうのと思いますけど、まあ、それくらいはええんちゃうのと思いますけど、でもそんなに許されへん、庶民の感覚からしたら許されへんというふうに思うのがあの国でございましてですね、なんせ情緒がですね、法を超えるというですね、それをこう自分たちでさえ認めていると。でそれが何が悪いのというふうに思ってらっしゃる方々が多数派の国でございまして、そのあたりが僕らとはこう違うわけですね。情が法を超えるということはですね、あり得る国柄ですから、いやー何が起こるんやろうと思って、でも私としては楽しいですよ。
別に身内が痛むわけでもないんですね、へえこんなことあんのあんのって、要は変なハリウッド映画を見てるよりもお隣さんのそういうどう言いますかね、人生劇、あの有名人の人生劇、有名政治家の人生劇を見てるのは結構面白いですね。まあちょっとあれではあれ不謹慎と言われればそうですけど、でも実際これから多分ムンジェインさんは、ムンジェインさんとその一党たちはですね、続々とですね、大違法になるんちゃうんかなという気がいたしておりますと、まあ、特にこれ、春ページございますので、それぞれニュースをご覧ください。はい、皆さんどうもありがとうございました。